ニュースヘッドラインです。 GGO で人気の美少女2人によるユニット活動が発表されました。可愛い雰囲気が魅力的な黒髪ロングの少女は GGO であえて剣を武器に選んだ珍しいプレイヤー。剣で銃弾を弾き相手を切り刻むというプレイスタイルが話題を呼んでいます。寡黙でストイックな水色の髪の少女は上位プレイヤーにも一目置かれる凄腕のスナイパー。愛獣のヘカート2は一撃必殺の破壊力を誇っています。 GGO 切手の美少女がユニットを組んだというニュースは早くも話題になっており、ファンの間では撃たれてから切られるのがいいか、それとも切られてから撃たれるのがいいかなどという論争が巻き起こっているようです。以上、ニュースヘッドラインでした。皆さんこんにちは。ソードアートオフライン2の時間です。司会のアスナです。解説のキリトです。同じく解説のシノンです。この番組はガンゲールオンラインのあらゆる出来事を皆さんにお伝えする情報バラエティ番組です。キリトくん、シノンさん、ユニット活動開始おめでとう。いや、ユニット活動なんてしてないし、そもそもこんなやつと組むなんてありえないから。残念。でも GGO の人たちには結構人気があるみたいだけど。まあ GGO は殺伐とした世界観のゲームで SAO 以上に女性が少ないからな。女性プレイヤーに言い寄る男が多いのは事実だ。アスナだって SAO の時は苦労しただろ。結婚を申し込まれることも何度かあって断るの大変だったよ。結婚の申し込みではないけど、私も男の人に声をかけられることが多くて、その困る。やっぱり。だってシノンさん可愛いもの。そうそう、お互い可愛いのも大変よね。その気持ち悪い喋り方をやめて。気持ち悪いだなんてひどいです。シノンさんちょっと可愛いからって調子に乗って。今すぐその喋り方をやめるか、それとも頭を打ち抜かれるか、どちらか選びなさい。はい、やめます。すいません。それではソードアートオフライン2スタートです。BOB 本線のマップは直径 10km の円形です。面積は約 78.5 平方キロメートルで、沖縄県那覇市の約2倍の面積となります。実はこれ浮遊城アインクラッドの第1層と同じサイズなんです。 SAO ではここに1万人ものプレイヤーがいましたが、 BOB ではわずか30人のプレイヤーしか配置されていません。これは剣と違って銃の射程が長く、ライフルで 1km、 アサルトライフルでも 500m はあるからです。以上、ソードアートトリビア2でした。このコーナーはブルーレイ &DVD に収録されている話の中からいくつかのシーンをセレクトして私たちが解説していくコーナーです。今回はソードアートオンライン2第7話から第9話をプレイバックしていきましょう。まずは第7話より、このシーンです。だってさ、ズーズーしくてセクハラ野郎でカッコつけてて、だいたいわざわざ GGO に来てまで剣で戦わなくてもいいじゃないのよ。その上、最初は女の子のふりして私にショップを案内させたり装備選ばせたりしたのよ。もう本当にムカつく。こんなに怒らなくてもいいのに。改めて見たら腹が立ってきたから 2,3 発撃たせなさい。ちょっと待てよ。確かに俺が悪かったところもあるけど、八つ当たりみたいなこと混じってないか。うるさいわね。下着を見られた恨みはそんなに簡単には消えないの。キリト君、観念して撃たれてあげたら。え、アスナ。だいたいなんだかんだ言ってキリト君の相手をしてくれるシノンさんは優しいと思うよ。私だったらもう何回か突き刺してるもの。俺も好き好んで女の子の真似してたわけじゃないんだ。では次のシーンです、どうぞ。君たち応援してね。
ねえキリト君、もしかして女の子っぽくなったことを楽しんでない？これは男連中の反応が面白くてつい。ふーん、そうなんだ。気をつけた方がいいわよ。ついなんて言ってるけど、あの言葉遣いや仕草はかなり道に言ってたから、もしかするとリアルでも女装してるかもね。まさかそんな。リアルで姉か妹がいたりすると怪しいわね。その服を拝借してというのはよくある話よ。キリト君、では次のシーンです。どうぞ。なんだ。改めて見ると、このペイルライダーっていうプレイヤーの動きはすごいな。あんなアクロバティックな動きをするプレイヤーは SAO ではいなかったよね。あれは装備重量を極限まで減らした上でアクロバット技能をかなり上げたビルドね。森林や都市みたいに樹木や高層建築のあるステージだとすごく手強いよ。まるで忍者みたいな高速起動ができるからね。へえ、忍者か。なんか面白そうだな。興味があるなら忍者ビルドをやってみる？真面目にやるなら協力してあげてもいいけど。ああ、その時はぜひ頼む。もしリズたちが ALO から GGO にコンバートしてくることがあれば絶対びっくりするだろうな。では次のシーンです。どうぞ。そうですよ、パパならきっとカメラに映る暇もないほど一瞬で敵の後ろから不意打ちしまくりです。それはありそうだね。しかもガンゲーなのに銃じゃなくて剣でね。あんたどれだけワンパターンな人生を送ってきたのよ。うるさいな。キリト君分かりやすいから。ねえ、せっかく GGO に来たんだからメインアームとして銃を使ってみる気はないの？興味がないわけじゃないんだけど、ずっと剣で接近戦ばかりしてきたから飛び道具に慣れてなくて。スキルのビルド次第では接近戦も可能だけど、二丁拳銃を使った白兵戦なんてどう？二丁拳銃？それとさっきのアクロバットビルドを組み合わせれば二丁拳銃で忍者プレイができるかもね。二丁拳銃で忍者プレイ。こうかな。これならリズも驚くかも。以上、プレイバックのコーナーでした。デスガンが右手に持っている銃は通称サイレントアサシンというライフルです。イギリス軍で正式採用されている高性能狙撃銃で、サイレンサーが標準装備されています。有効射程距離は1から 1.4km ですが、2.5km 離れた場所からの狙撃を成功させたという驚異的な記録もあるそうですよ。私も遠くから一方的に狙い撃ちたいですね。以上、ソードアートトリビア2でした。このコーナーはソードアートオンライン2の世界で暮らす様々な人たちのお悩みを私たちがズバッと解決するコーナーです。番組に送られた視聴者さんのお悩みをビシバシ解決していきますね。今回の相談者はこの方です。ゲームに気になる女の子がいるんだけどさ、相手にされねえんだよ。どうしたらいいと思う？ネットゲームでよくある話だな。相談者は男性らしいけど、女性の目から見てこの相談はどう思う？私は相手にされない時点でどうしようもないと思うから諦めた方がいいと思う。それはなかなか手厳しい意見だな。だってこっちはゲームを楽しみたいだけだし、そんなこと興味もない。まあ確かにその通りだけど、この前なんてあからさまに下心丸出しで言い寄られたことがあったわ。一体ゲームを何だと思ってるんだか。そうなんですね。しかもリアルの話まで持ち出してきたし、たく銀狼のやつ。このじいさんってもしかして。ああ、
断るこっちも気を使うんだからやめてよね。そこのあんた、あんたもそうよ。え、俺？あんた、ズーズーしいしカッコつけてるから、どうせいろいろなところで女の子に声かけてるんでしょ。いや、俺はそんな。いい？もし他の女の子に声かけてたら、その時は脳天に風穴開けてやるから覚悟しなさい。ああ、気をつけます。残念ですが、じいさん、その女の子にはこれ以上声をかけない方がいいと思います。また新しい女性を見つけてくださいね。以上、悩み相談のコーナーでした。ではお別れの時間です。今回は思ったより被害が少なくてホッとしています。シノさんはどうですか？まだ2回目だからよくわからないけど、なんとなく楽しくなってきた気がするわ。まあそれもあいつ次第だけど。次はもっと楽しくなるよう頑張りましょう。では次はソードアートオンライン2ブルーレイ &DVD 第4巻でお会いいたしましょう。バイバイ。この番組は熱い実況と楽しいニュースをお届けする MMO ストリームの提供でお送りいたしました。